こんにちは、アマンダ。コーナー、待っていましたよ。少し歩きましょう。あの変異体は非常に興味深い。捕まえられなくて残念です。おっしゃる通りです。私の力が及ばず。収穫はありましたか？壁一面に迷路のような絵やシンボルが描かれていました。他の変異体同様、RA9 に執着していたようです。他には？鳥に夢中になっていたようです。虫やペットなどに興味を示す変異体は、これまでにも言いましたが、あれほどじゃない。あと少しで変異体を捕まえられたというのに。警部補との関係はどうなりました？助けたことを感謝しているようでした。言葉ではなく彼なりの表現方法で。時間がありません。変異は広がり続けている。時期に世の中にも知れ渡ることでしょう。何としてでも止めなければ。必ず私が事件を解決します。お任せください。新しい報告が。アンダーソンを探して捜査しなさい。アンダーソン警部補、いらっしゃいますか？アンダーソン警部補、いい子だ。もう友達だよな。名前も知ってる。ご主人を助けたいんだ。警部補、起きてください。僕です、コナーです。
これからあなたの酔いを覚まします。ほっとけってんだよ。させてもらいます。アンドロイドめ、俺の家から出てけ。あなたの力が必要なんです。ご協力いただけますよね。さっさと出てけってんだよ。スノー、やれ。いい子だ。やれ。クソ、まずい、吐きそうだ。いいからほっとけって言ってんだろ。俺はどこにも行かねえ。何してんだ。風呂なんて入らねえぞ。すみません警部補、あなたのためです。止めろ、水を止めろ。お前ここで何してんだ。43分前殺人事件の通報があり、バーにいらっしゃらなかったので自宅に来ました。だが何が悲しくて自分のアンドロイドにてめえの家でこんなひどい目に遭わされなきゃならねえってんだよ。頼むからほっといてくれよ。いいえ、それはできません。あなたなしではこの事件の捜査が進められないんです。お前の任務なんて俺の知ったことか。警部補、あなたは今まともな。余計なお世話だよ。さっさと出て行け。そうですか。まあどうせつまらない事件ですし、風俗店で発生した殺人事件です。私たち抜きでも平気でしょう。あ、風に当たるのも悪くはないかもな。寝室から服を持ってきてくれ。すぐに持ってきます。どの服にしますか？どれでもいい。平気ですか、警部補？いい気分だ。すまんが5分だけ待ってくれ。はい。本日未明、ウォーレン大統領は議会の中でロシア政府に対し、全軍を速やかに北極圏より撤退させるよう警告しました。ロシアは沈黙を守っています。今日は新たな局面を迎えたと言えるでしょう。
大丈夫ですか、警部補。銃で何してたんです？ロシアンルーレットだよ。何発いけるか試したんだ。ところがどっこい、その前にバタンキューだ。運がいい。あと一発で実弾でした。いい子でな、スモ。すぐ戻る。